いらっしゃい、グリーンだしらっしゃい、巻き小屋しゃい、ジャッキーやっしゃい、メイやっしゃい、キーやっしゃい、いい加減仕事をしてるふりはやめろ、何言ってんのお前、何の豆腐やっしゃい、つなぎやっしゃい、金やっしゃい、つなぎやっしゃい、はい、自らっしゃい、耳に早寝よ。バドミド、エセル、ピポタン、オリバータン、マヤ、サヤ、グレタンさん、オムチ、オチムンさん、サチ、ムシさん、キャネル、リエちゃん、レカ、ルーシー、トッピさん、その封印された腕は何？いや、もう仕事のままで、仕事のスタイルで、閉まっていいんだよ、腕が。ゴム手袋しなくても強そう。いや弱いっす、弱いよ。いやこれミロの絵じゃないけど、臭くないの。いや臭くないよ、シャみたいやし、ラップやし、ハピハピハピやし、赤いな、うん、赤いか。どうしたその腕。いやもう今日はだから、今日はちょっと仕事終わるのがちょっと遅かったんで、かなり遅かったんで、今日7時間も働いてたし、今日7時間で3000円だね。7時間で3000円なんぼやお前。7、28、400何円ぐらいで、6000円もらえないよ。今日で仕事ラスト俺今日社長にドンって言ってきたから、ズドンと。ズドンと。もう、タオル先輩と、ね、ついて行って、タオル先輩が車止めた時に、俺も社長に辞めるって言いますけん。仕分けなんかやってられないですからつって、もうやめろやめろ、俺もやめるわあんたに続いてって言われて、俺もあんたに続いてやめるわって、なんか俺になんか洗脳されてんだけど、急にやめるとか言い出して、タオルまで。タオルまでやめるとか言い出して、気分からんけど、一緒に大阪行こうよって言われた、山木行こう、行かいやって言われた、行かんけど、逃げんなよ。すげえテンション低く、おはようございますっつって、ね、みんなの前でおはようございます、おはようございます、
松本君はね、今日はね、あの仕分けしてもらうけん、いやちょっと社長しゃ話がありますと、いやちょっと話がありますと、あじゃあまあ後でとりあえずみんなが出て、タオルはあの俺の動向をずっと見てて、無表情で、あでなんかねみたいな、いやまずあの給料袋にお金入ってないんですけど、あーみたいな、まずね給料袋にね3000円がまず入ってなかったね、あの細かいが交通費で3500円が、何も入ってない状況、何も入ってない空袋を渡されたしね、ただ松本って書いてある空袋ああボケ取るわごめん、あまあそれはいいんですけど、いやそれはなんかミスしたらしいけど、まあそのミスはいいよ別にそれはただの間違いだから、間違い誰にもあるので関係ない、そんなもん学会員だ、学会員はどうのこうのとかで、なんだ早く言え、あの横見たタオルがずっとこっち見て無表情でこっち見てんだよ、こんな感じでさタオルからこうやって食われたよ、まあ、俺もその時はさ笑わんかったけどさ、タオルが無表情でこっちを見ている。僕今後も仕分けなんでしょうか。今後も仕分け、ちょっと待ってとか言われて、はい。何の話だ。いや何の話っていうのは、いや補助金なんかもらえてない、そんなにそういうのじゃない、いや何の話だっていうか、もうやめようかなと思いまして、なんで、いや仕分けじゃないですか、僕は別に仕分けで入ってないんで、廃品回収で、あそうなんだ、じゃあ今日から廃品回収に戻って、え タオルを見たら泣きそうな顔でこっちを見てね、これやめれない感じじゃないのかっていうかね、タオルを見たら泣きそうな顔でこっちを見てんだよ、タオル食われてお腹も食われながらで下向いてるずっと、どういうことですか、あの品出し、あ間違えました、仕分け、品出しって何やって言われたけど、あ仕分けです、仕分けやらなくていいんですか、いいよ別に、仕分けです嫌なんだろ、廃品回収にしてやるわや、いやその答え待ってねえんだけども、マジか、まあいいけど別にいやあほんですか、あそうそう、あと昨日言ってたなんか休みの話だけども、何日まで休むんだ、いやもう来週いっぱいはちょっと休ませてください、まあいいよ、じゃあ6月1日から出るのね、いやめっちゃスムーズに話が進むじゃん、めっちゃスムーズに進むじゃんあれどういうこと、俺こ
で6月1日からじゃあ来てくれね、じゃあ今日はあの、2893に乗って、じゃあとりあえずあの仏教山に向かってくれて、仏教山、うん、山に向かってくれ今日は、ね、丸々さんと一緒に。いや俺の話を全て見透かしたように、見透かしたようにね、なんかあたかもなんか昨日の配信を見てたかのように、あたかも俺の昨日の発言を全部聞いてたかのようにね、全部さなんかうまく返されるというか、俺が別にさなんかあのなんか疑いというかはみたいな感覚にならないように、いやあまりにもことがいいように進みすぎて、えなんかありがとうございますって言っちゃったし俺、うん、まあいいけど、とりあえずあの行ってきて、あわかりました。いやわからんけどね、うん、でタオルが先にもうやめれんと思って先に行ってて、え、なんかやめれなかったです。いやもうバカがやる仕事だや。しか言わんかったし。いや、仕分けはバカがやる仕事だわや。しか言わんかったし。そういう感じか。いや、わかんねえけど。何一つ反論ができなかったね。何一つ反論ができなくて、普通に廃品回収に戻ったね。何なの？マジで。で、何なんだこれはと。思ってたら、いや、廃品回収、なんかめっちゃきつくねと思って。なんか、廃品回収めっちゃきつくね。え、なんなんだこれは。いつもと全然違うぞと思って。いや、もうね、仕分けよりきつかった。仕分けよりきつかったんですけど。いや、マジで俺ずっと仕分けとかあの やれたもんじゃねえわとかって思ってたんだけど、うん、今日俺あの仕分けよりきついと思った廃品回収が。なんでや、やばいよ、うん、俺今日廃品回収もやりたくねえと思ったの。どういうこと、わざわざ聞くすくされたってやつ。まず山の中ね、俺はねなんか山の中のねとこにね2人で行ったんですけど、全部の家がね、全部の家が車で家の中入れないんですよね、うん、坂まで歩いていかないといけない坂を、全部の家が坂があるんだよね。山を登っていくとこに、日本昔話みたいな山を登っていくとこになんか枝道があって家があるんだけど、その家も全部坂がね、坂の階段があるんだよね。でそこ車つけれないからバーって持って行って、しかもそこの山の人たちめっちゃ重たいもんを全部さ、あの家の前にさ捨ててるからさ、いやもうパンパンだよマジで。引っ越し業者並みにきつかったマジで。いやマジで筋トレ
いや、まあ、もうめちゃめちゃ、あの仕分けとかそういう汗じゃなくて、本当にスポーツやった汗みぐらいな。うん。で、途中でさ、僕はあの X で逃げ出したって書いたんですけどね、品出しから逃げ出したんじゃなくて、廃品回収途中でトイレ行ってくるっつって言って、20分ぐらい、あの勝手にあの山の一番上のとこで、田んぼ見ながら、あの、タバコ吸って休憩してました。きつーと思って。仕分けから逃げ出したんじゃなくて、俺、廃品回収から今日逃げ出しました。マジで。おじいちゃん働いてるのに、おじいちゃん働いてるよね、おじいちゃんも汗ダクダクだったよね。すっげーきつかったマジ。いや、あのコース地獄だわマジで。だって俺会社に戻ってきたの2時だもん今日。2時。あの、もうね、何往復してたからね。一軒で何往復何往復してで、件数が全部で、ね、70件で、ね、半分以上が坂、まあ、麓のとこが、ね、あの20件ぐらいあったけど、半分以上が坂。いや、今日はさすがにでもね、あのその後もね、そのおじいさんがね、やっぱりやぶえどこ行っとったかね、いやちょっとあのトイレ行ってきましたって、ね、うんこずっと踏ん張ってましたって、下のコンビニまで行ってきました、それ時間かかりましたって嘘ついて、とりあえずちょっとこれきついから、そのおじいさんもね2件しかやってないのよ、ちょっと疲れてて、ちょっと一旦休憩してからやるかってなって、30分ぐらいその後休憩して、戻ってきて、そこからもう時間がやべえやべえ、時間がやばいってなって、今度は時間が足りないってなって、もうその後はもうバチクソ走って、もう軽トラにあのもうなんかあのねえあの発災ゴミは全部投げ込んで、多分投げ込んでどっかに発災ゴミ軽トラの中入ってない可能性あるけど、いやめっちゃきついよ発災ゴミが、めっちゃきついよあれ本当に。もうバカかよと思ったもんね、どっかのね仏教山のねどっかのね家がね、なんかタンスをね、タンスっていうかね、なんかタンスみたいな横に長いタンスみたいなのあるんだけど、もうこれ持って帰れますかみたいな言われて、うわこれ持っていくのマジかよと思って、しかもねそれが 1個じゃなくてね4つぐらいなんだよ、4つ。マジ引っ越し業者今日は。まあでもまああんなのないと思う。でもねその人もね、そのおじいさんも言ってた、いやここが一番きついからってここのルート一番きついからマジ引っ越し業者です。宮川と合わせてバカでかいもんな、まあでもなんか、なんかもうなんか運動だったから頭の中は音楽流れたし、もう一個なんか不思議に思ったのが、すげえよく考えたらここら辺に住んでるやつってマジ不便だよなと思って不便すぎるだろあそこ山ももうなんかもうどこの山みたいな、が子供だったらどうやって通うのっていう学校に、あんなとこから
バスでも車で行くんか、あれ。あ、どうやって、チャリじゃ無理だろ、あれ。行きはさ、学校行くときは下り坂ばっかでさ、スイ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 行けるけど、帰りクソきせえぞ、あれ、チャリだったら。あんなチャリ無理でしょ。どうやって帰んの、あれ。大都会便利。おじいちゃんも体力あるな。まあてかほとんど俺です、俺が持ってたけどね。はいこれ持て、はいこれ持て、はい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 っつって。バス送迎なの。いやあれ無理だね、チャリは無理だよ絶対に。死ぬぞあれ。筋トレじゃすげえなるけど。ナイス。狭い道ね。くっそ狭い道ね、うん。山の奥行ったらさ、なんか警備員みたいなのが立ってて、え、こんなところに警備員がいるのと思って。なんでこう警備員がいるんだと思って。え、気持ち悪いと思って、バーって行ったら、カカシだったし、警備員の格好したカカシだったしね、あれ気持ち悪すぎ。いやマジで このカカシは何を守ってるのと思って。いや警備の格好して、あの宮、あのあれみたい、あの宮古島のさ、宮古守君みたいなカカシ、あんなのが山のてっぺんの、もうほんと山のてっぺんって感じと、その中間地点よりちょっと上ぐらい、もうなんか山がここだとしたらこの辺のところにね、で枝道で 家があって、で奥の方になんかもう森みたいなとこあって、その森の前になんか警備のカカシがいたよ、ね、何これみたいな。うん、あ宮古守君は顔面白くなってるけど、なんかその島根 あの警備の格好したあのカカシはのっぺらぼうでした。いやめっちゃ気持ち悪かった、喋りやがったマジで。あれいやでもおかしい、あれなんであんなとこなんのっていう、めちゃくちゃなんかただ綺麗だったよ、汚れが全くなかったよ、顔なしだったよ。うん、道消えしていい。まあ、夜になったらあの一帯が心霊ですね、まあ、そもそもあの一帯が心霊。あの一帯がやばい、まず心霊配信はよ、いやだあんなとこ、雪降ったら最悪だろあそこ、マジ雪景色はめっちゃ綺麗だと思うけど、ね、今日最終回じゃなかったのかよ。要は見透かされたのかのように、あいいよ、あいいよ、うん、じゃあもう廃品回収でいいよ。あじゃあしょい、プレスターなんか目指してねえよ。え、まだ続けんの？いや、だって、今日朝方、もう仕分けだったらもう俺辞めますって言ったのに、じゃあ廃品回収に戻れって言われた。回収に戻ってって言われた。社長に。仕分けもしなくていいから廃品回収戻って、あとあのなんだ
あさってからもうマジ26日から僕本当出れないですよって言ったら、いつまで出れないのって、31日ぐらいまで出れないってか、なんなら僕的には来月から出ていいですかって、あ、いいよ、うん、それでいいから、じゃあ6月1日からね、次の出勤は。まあ明日はちょっと出てもらうけど、すげえさんしあっさりすぎてさ、仕事逃げ出したの、うん、とやってる最中にちょっと逃げ出してない、ね、急に融通聞くやん、めちゃくちゃ融通聞いてくさ、いや急にめっちゃ融通聞いて、俺も意味が分からないんだよね、謎なんだよ、なんで急に融通こんな聞いたみたいな、まあでもいいんじゃないですか、だからちょっとまあちょっと様子見で、まあ、廃品回収だ、気使ってる、いや分かんない、なんなんだろうね、一瞬見てないと思うんですけどね、まあいいや、まあ今日はね、あのちなみに久しぶりにねこちらに寝るので、うん、久しぶりでもねえか、じゃ実験なので、レベル、今日の実験レベルマックスです、すげえ難しい、星5つですね、え、どうやればいいんだマジで、下手したら大変なことになるよマジで大変なことになるよ、いいや、どういう感じでやればいいんやろ、作戦名教えてくれ、いや家がなくなることはないけど、なくなるとかではないけど、やばいねお前の顔実験しろよ、意味がわからん、お前の顔実験しろよってあれ家が一部なくなるやろ、いやそういうのじゃないんですけど、イカルドがぶち切れ、まあイカルドがぶち切れっていうか全員ぶち切れでしょ爆竹とかそんなレベルじゃない、あ、そんなレベルじゃないっす、そんなレベルじゃないっすね、爆竹なんかもうあのあれ軽いよね、これに比べたら、全然軽いでしょ、あれ
さんなのか。まあいいや。準備しますか。今来た。いらっしゃい。いらっしゃい。あいつらに対策される前にやらないと。やばいやばい、対策されてる。ちょっと待てよ。やばい、もう向こうで対策されてる。やばい、これこれマジでやべえ、これやべえ、これこれやべえ、マジ。ちょっと待って、いや来たっす、これやべえ、やべえっす、これやばいっす、白君、これまだみんなに名前を言ってないんだよね。あれ？名前節子？あ、まあ節子っすね。節子やばいわマジで。節子、ん？何するか。いやもうそんなの決まってるでしょ。決まってるでしょ。本当にあれじゃない、あいつ。なおに配信で、あれ？え、てかマジでなんで？平安地区を泣かすな。うるせえや。あれ？いいよ。親不孝の、いや親不孝のじゃん俺、そもそも今更ですか。しかも親不孝なのに、世の親不孝にあやかってるからね、家族全員が。すごいっしょマジで、ありえねえだろマジ。ミカちゃんはいいだろう。何言ってんだお前。よっしゃ。うわ。
これを撒き散らします。うわ、変なんか虫がいるんだけど、何これ。なんか虫がこんなにいるの。めっちゃ濡れてるんだけど。いや俺の方が臭くねえだろ。いや森くん、あのこれ別に扱わないから、虫じゃねえし。くっせえ。くっせえマジで。これマジくせえんだけど、やっば。自分の口とどっちが臭い。いや俺の口よりも臭いだろこれは。さすがに臭すぎんだろこれ。廃品回収、あ、廃品回収して、いや、廃品回収じゃないな、ゴミ収集してて、真夏にね、もう何月何日ぐらいからゴミを捨ててくださいって言われてるのに、もっと2週間前ぐらいからゴミ捨ててて、でもくっさくさになって、だってめっちゃ虫が寄ってくるもん、これ、これだけ。で、ウジが大量に湧いた時のあの生ゴミの匂い、ウジが大量に湧いた時の 生ゴミの匂い、知らんけん。いや匂ったらもう吐くよ、食べ臭すぎて。いやこれはその虫はさ、この匂いによってきてんの、虫というかハエは。臭すぎて、うわ手についた匂いが、うくさっ。いやなんかおかしいと思ったんだよね。なんかね、今日ね家に帰った時にやたら玄関に入ったらやたくせえなと思って、家の中がなんだこの匂いはと思ったらこれだった。いや、俺食ってないよ。な、雲がついてない。ありがとうございます。いやめっちゃなんかめっちゃハエが来るけど、外国かよここだけ、タイじゃん。
これやばいことになるでしょこれ。マジ？かなりやばいことになるでしょこれ。これちょっと待って、クソハエが寄ってくるんだけど。クソハエが寄ってくるんだけど、これこんなにハエいたっけうちの周り。うわくっせえ、これミロが失神するぞこれ。シュールストリーミングはやったことある。なんかクモの巣みたいについてない？これ、なんか発光しない、いや分かんねえけど、うわセツコね、やばいっすね。セツコやば。いや、割れてないっえ、色、何色でした？こんなに段ボールが傷ついてる。これをね、2回から勝ち割りたいと思います。あ、くっせえ。いてっ。ゆきもちわる。マジでやばいよ、勝ち割るのは。え、マジですか？どのやつ、うん、って。いや、マジでやばいらしいよ、それ。え、マジ？うん。マジで勝ち割ったら、本当、はい、結構まずいかもしれん。どうなんですか？いや、匂い、今、それやきいいけど、はい、匂いそれどころじゃなくなるらしいよ。え、マジですか？うん。ちょっとやってみたいな、じゃあ。いやー、まあまあまあ、でも本当気をつけてね。はい。本当に やばいから。うん。
いやいや本当にやばいんだよ。で割りたいねってシュラ君が一瞬引いたすもんね、うん、今。いや本当に、うん、あのちょっと俺もう一個あったんやけど、はい、ちょっと割れ目が入っただけでもうやばかったから。うん、あマジっすか。うん。まあ、じゃあちょっと一回キッチンで割れ目入れてみますわ。あ、わかったわかったわかった。はい。うん。うん、じゃあね。よし。あ、くせってか持ってこれ。これ持ってなこれ。ドリアンでリフティングしようかな。バンバンバン靴履いて。あ、俺ドリアンでリフティングしようかなマジで。素足でやれよ。いや素足やばいだろ。じゃあドリアンでリフティングしてみます。ちょっとあの、はいはいな、な、はいは、な、なんてえ、どういうこと。鼻がおかしいとは。え、何が鼻が痛いわ、臭くてまあ、でもこれ、あ、これあかんわ、これ。これ、こんなんでリフティングしたら、あの、血だらけになる足が。フットサルシューズ、壊れるし。まあ、一回ここから下ろしてみるよ。もーんって言って。一回ここから転がしたら、やばいかな。いって、いって、マジでいて、これ。すげえいて、これ。何これ。あ、でもこれ。これ多分ね、落としても割れない気がするんだよな。うん、割れない気がする。ここからバーンって落として、でも結局こっちの方が硬いじゃん。うん、コロ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 って転がしてみようか。多分割れないから、多分こっちの方が硬い気がするんだよね。案外硬いよね、うん、ちょっと案外硬いし、でこれ相当硬いし、多分こっからね、こっからストーンって落ちてもこっちの方が多分硬いから、まずここで一回試してみる。ここで落としてみて、ドンって。うわ、椅子がやばい。椅子が椅子が破れる。何したの、臭いけど、それ外に持ってんと、お外に置いといて。いや違う、これ臭いもね、何も痛いんだよね。臭いを通り越して、臭いじゃない、痛いなんだよこれ。痛いでも臭いでも痛いって、これ怪我するこれ。だってこれね、マジね、多分ドリアンの方が強いんだよね。こう落としてもさ、普通にさ、ドンっていっても、ほら、傷がつくけん、やめて。あ、やべ、傷がついた。ほら、傷がつくけん、もうやめて、傷がつくけん、やめて。そんなことやめ、傷がつくけん、やめて。いや、今日さ、今日はドリアンジュース作りたくて。いや、あんた、それあんたはね。いや、ちょっと、ここの部屋に持って入る、台所に。なんですか、ちょっと臭いけん。いや臭いけんじゃないんだよ、料理もご飯も作ってないのに。いや今もう頼むけん勘弁して、もうやめて、気にも血が出るけん、そんなこと咲いたもう臭い、もう本当に勘弁して。臭くないだろう、外に持って行ってよ。いやドリアン、いやちょっといい匂いするしね、なんなら見ろが、そこに当たったらどう、傷だらけになる。
よ、知らんよ、そんなことして。いや、ミロ君は向こうの部屋にいるから、ミロ君は来させないよ。だらけ、臭いけん、もう向こうなの。ちょっといい匂いするし、なんだろう。やめて、本当に傷だらけになるけん、やめて。うん、だから一回ちょっと包丁で、上のものか外でやって、外で外、もう臭くて嫌なんだって本当に。外でやって、え、外でやってことだね、2回、え、外で、外でならいいってこと？何を、うん、あ、外でならいいってこと？だからもう臭くて嫌なんだ、台所は臭くなると嫌なんだわね。匂い取れないよ。いや、取れるでしょ、普通。匂い取れん。あ、これ包丁の方が強いわ。これガンってやったらいけるわ。もういいけ、外でやって、もうここではやめ。行って行って、これめっちゃ痛い、これ。もう臭くて嫌だ、もう本当に臭いからやめて。頼むけど、今そこ邪魔だっけ、あんたし、ご飯。 P8 の部屋で、いや、そこミロがいるからダメ。ちょっと本当外でやって、外で。あ、これ邪魔だって。分かったけん。で、これちなみにどうやって切るの？切り方はある？知らんの、そんなの。どうやってこう切る？相当硬いけど、これ。なんか水が出てる、これなんだ。これ相当硬いけど。何これ、水が出てるの、ここ。なんだこれ。これは、あ、上から落とさんと無理だろ、これ。これ上から、だってこれ普通にバーンって落としてもさ、ほら、水が出てる、ほら、ドリアンのが強いもん。もう傷がつくけやめてって言ったでしょ、そんなことは。何この水が出てる、ここサンダー。あ、なるほど。いや、多分ね、2階から落としてもね、割れないわ、あれ。じゃあ、どうやって割るかっていうと、割る機械があるわ。割る機械が。間違ってるか。いや、違う、これね、これね、あの、外でやると虫が来るんだって。だから家の中でやったって虫が来るわね。お、ほら、ん？じゃあ実験したいと思います。やめて、ここはやめて。じゃあ自分の部屋でやればいいかね、自分の部屋で。いや、自分の部屋はね、あの、臭いんで無理です。これ以上臭くしたくないんで。まあ台所はいいのがやめてよ。はい。ではしたいと思いますね。自分の部屋でやればいいじゃん。頼むでやめて、臭いのはやめてよ。いや、臭いのやめてんじゃなくて、今日はドリアンジュースなので。ご飯食べるとこが臭くなって嫌なんだって。 OK、 これでちょっとあのお皿いいですね。お皿使わないと臭くなるけん。はい、じゃあ新聞紙、新聞紙、新聞紙で、いただいてます。政教新聞で。まだ割れてない、まだ割れてないですね。まあ、今からね、しっかりね、
やりたいと思います。あの選挙新聞使いたくないけども、ね、これ新聞引いて、これじゃさすがにやばいのぜ、やばすぎるね。新聞引きまして、よし、もうちょっと新聞をね、あれしたらいいよ、もう新聞取ってきて、新聞、配信者ですよね、新聞ぐらい取ってきてる、配信者ですよね、新聞ぐらい取ってきてよ、いや2階からバチコーンって投げ、じゃあ皆さん、ここでやらんでって言ってくる、いやここが一番広いからね、皆さん、じゃあこれですね、こちらでこちらで割りたいと思います、その後ミキサーでジュース飲みたいと思います。やめて、あれ使わんと臭くなって嫌だけ、いや臭くならないので、なるわね、そんなすごい匂いがしてるのに、本気でいきたいと思います、なんていうこと聞かこれでドーンでいくか、これでズドン、ここでバチンバチンでいいでしょうかね、皆さん、アミノ酸大事です、あ、くさっ、ちょっと待って、ちょっとこれマスクして、マスクしながら、あんたマスクせんで大丈夫なの？あ？ナタで？いやいやいや、ナタなんかないしね、あるうちの家ナタなんか。ない。あ？ナタなんかねえよな。飛び散るドリアン。包丁の方が良くない？これ。やめて、包丁なんか使わんねえ、本当に。やめて、包丁はやめて。いやいや、包丁の方がいいだろ、これ。どう考えても。包丁の方がいいだろ。いや、やめて、包丁は本当にやめて。え、携帯も大丈夫？大丈夫じゃないって。携帯これ。もう。携帯と一緒に。行きます、9秒前、9 8 7 6 5 4 3 2 1、行こう、うわくっせえこれいや、なんか怖いんだけど、ちょっとマジでこれ、なんか川に飛び込むぐらい怖いぞ、ちょっと待って、
わ、来たって。外でやれって言ってんのに、なんで家の中でやるの？外でやれ。あ、来たって怖え。ちょっと怖えんだけど、これかなり。外でやればいいじゃん、外で。え？いや、外だと虫がすごいよ。虫が来たってしょうがないな。家の中でやるよりマシでしょ。外でやる。あ、うるせえな、今ちょっと待ってや。俺マスクなんか外したもん。そうこれ。じゃあいただきたいと思います。いただきます。あ、うまい。いや、うまい。いや、うまい、普通に。いって。うまいんだけど。え、あれ。うん。うまっ。普通にうまいっす。普通にうまいっす。じゃあ皆さん食べてみてもらっていいですかね。
後味がすげえ納豆なんだよねこれ。おいお前配信者だろうが。配信者だろうが。おかしいだろ配信者なのに。ナイスくださいしか言ってねえんだから、たまには体張れよ。いやこれ大体そもそも食べ物だし、大体あれこれシュラ君からくれたやつなのに。違うミロ君とかじゃないよ。いやちょっと一回一回ちょっと食ってみる、食べ物だけん。マジで人からいただいたものを、アフリカではじゃあ人からいただいたもの、じゃあこの子かけるでこれドリアンカレーに住んでますのに。いやじゃあちょっと一口だけ、一口だけ、いやいやおかしいだろ普通にフルーツなのに。分かったけん、じゃあ、じゃあ、一口、軽く、少し、それぐらいせんと。なんでじゃねえわ、配信者だけど。ほんとつまんねえな、ほんとに。ミロ君が食べらんわや。やっちゃって、ミロがめっちゃ臭そうな顔してんだけど、マジで臭いのやめよ。ちょっとあかんわ、なんかなんかクセみたいな顔してるこれ。取れん口の中の匂いが。マジ取れん。ああ、ああ、何が。いやそれ外じゃないけん、マジくせえ、やば。でも外は全然臭くないっす。ああ、近所の人が迷惑かってたわ。いやだから外に匂ってねえよ、おかお前。ハエがたかってるぐらいで、中はね、もうね、もうやばいっつね。確かに超臭い。これ入れんわ。ゴミ収集の匂いだこれ。やばい、これマジゴミ収集の匂い。しかもゴミ収集でもあのハズレビ、マジハズレビの匂い。なんか言ってんだけど、開けるなよ。捨ててこい。部屋が臭くてどうしようもないやん、バカ。いやドリアンだから普通に。タイだったら普通に料理として使われてるから。タイはそうだけど日本では使われてないよバカ。いや使われてるだろ、ドリアンジュースとか。マジくっせえなこれ、なんだこの手の匂い。うちでは毎食後のフルーツに食べますよ。マジで。すごいね。めっちゃくせえ、やば、口の中がやばいよこれ。
え？いやドリアンは資格なんかいらないしそんなもん。知らないその食べ方。な食べ方って知るかよ。ドリアンはビールと一緒に食うとうまいぞ。マジで。ビールと一緒に食べるとうまいらしいよ。うるさいってもう臭くて鼻から痛いわ。もうどっか持っていて。いやだからもうないって。なんかめちゃくちゃ切れてるで、ヒーハチがヒーハチが激おこなんですけど、あーやばい。アルコールダメだよドリアンは。どういうこと？アルコールと食べるとアルコールが分解されない。やば。あ、レモンかけてくるんだ。本当に、あ、匿名さんはちゃばきやかれっす。ペペ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 。はーん。本当にデザートか、あれ。納豆の腐った納豆なんだけど。お前、ドリアンの料理の資格持ってんのか？持ってねえよ。今からあのクワで片付け早くフワ行けよ。うるせえお前、お前は来るなよ。